おはようございます。画家の小木曽です。第110回の鬼工評会を始めたいと思います。この鬼工評会というのは私、小木曽誠という絵描きをしておりますが、先生とかもしておりまして、たまに審査員とかもしますので、なんか審査員とかの時に、あーここいいね、あここもうちょっとこうしたいのになということをダラダラブロブロっと口から出てしまったという企画でございます。送ってみたいという方、遠慮なく、初めての方も送ってきてください。ここのタイトルのとことかをグッとクリックすると、ここのダンっていくので、この動画を鬼好評出した人はこのペッとして送ってください。今週は非常に優秀で皆さん完璧でございました。助かります。今週は35枚ということで、7×5日に分けてやっていきますが、あのですね、2週に1回程度にしてください。多くても毎週のように送ってこられる方が以前いて、それですごくイライラしていたことがあったんですが、すごく雑な作品を送られてきても、これ見てもそれで一応メールなんで、先週のやつとか見返せるんですね。一応前よりもっとひどくなってんなとかっていうのがあって、で、今後はそういった方もしかして載せないかもしれませんので、一応今週も全部載せますので、よろしくお願いします。初めの作品こちらです。背景がなんで青なんだと思われている方もいるかもしれませんが、ちょっとですね、なんかこう、ここに白いフレームが来て描きたら案外目立つんちゃうかなっていう、一回もなんかね、もう真っ青に色塗ってみましょうかね。なんかね、こんにちは、先生の作品の、以前先生の作品、模写か。私の作品を模写したと、今回は社会風刺と言いますか、なかなか言えないことを絵に表現したいと思います。モチーフは清流長良川に毎年元気に、登っていく鮎の稚魚。鮎は春になると上流に向かって大人になる旅をして産卵して一生を終えます。岐阜では勢いのある子供を若い鮎と被らせることが多い。そうなんですか。このコロナ禍でリモートにイベントは中止、スポーツも限定的な日々が続きました。子供はコロナで重症にもならず、全く元気でもあるにもかかわず、過剰自粛で精神不安定で不登校や自殺が増えたと聞いていますと。子供にどうして大人は僕たちの楽しみばかり奪うのと聞かれて困ったという話も聞きました。私たち年寄りは命ばかり注目されますが、その陰で苦しんでいる子供を忘れてはいけないのじゃないでしょうかと。私たち、大人は子供が大人へ、訴状をする旅を、右上は織田信長の岐阜城、デジタルアートと、主婦時々絵描きさんということですね。そうですよね。本当にそれは思いますよね。学生見ててもそうですもんね。だからね、でも、もうこれ難しい、なんかね。でも、何ですか、その問題に答えるかわけにはいかないのか、いくのか。僕、長いこと先生していて、やっぱり自分で命を絶ったという人が、3人います。で、もう、何人教えたことになるか。で、近い人が、3人かな、行ってですね。で、もちろんその精神的な疾患によりっていうことも、どっちかというとそっちの精神的な疾患になるんですけど、僕はよく言ってるんですけど、本当にこう、僕もその精神的、その話せん方がいいかな。やめておきましょう。朝見てはる人多いからね。いろいろこう、思うことがあるんでしょうけどね。本当に早く、こう、なんか収束に向かっていけばいいなとは思うんですけども、で、本当にそのデジタルアート、すごい素敵な作品やなと思いますよ。すごくこう、初めてのことじゃない、非常に面白いというか、いいですよ。社会風刺という、言いましょうか。右上に、岐阜城あるわ。私、岐阜城は何度か行ったことあるというか、じいちゃんが岐阜の本当に辺の北の町とかいう住所やったと思うんですけども、今、Google マップとか調べると、もうじいちゃんばあちゃんの家なくて、新しくそこを更地にして新しい家建ってるっていうのが見えますもんね。そういうところで、社会風刺、ごめん、そこで引っかかってしまった。ちょっとこう、僕やったら人入れんでも十分ちゃうかなとか思ったり、上、水の向こうにある、こう、岐阜城のところなんかに、なんか鮎を覗き込んでる人にするから、ちょっとなんかこう、混在しすぎたかな。もう文章読みすぎたのもあるんですけど、ちょっと私の中で混在してしまって、この絵を公募展として審査するとき、先ほどの文章が添付できるわけじゃないので、
しまったら、私の中でカオス状態入ってしまったら、一回録画を止めるべきか、いやすいません突き進みます。でちょっとそういう意味でも、じゃあ絵を見ただけでそれが伝わるかというと、ちょっと伝わりにくくってすみません。なんかこう下のものとあれと、あの社会風刺と、なんか社会風刺って案外シンプルにキュキュッとやった方が伝わることありますよ。なんていうか、あのクアラルンプールの方にあのアングリーパンダさんなる人がいるんですけども、その人のやつとか初めの頃からパッと見た瞬間分かったんですよ僕は。あ、多分自然破壊に対するなんかアンチチェイジェをあれにこんな込めてはるんやなとか、でちょっとなんか岐阜とかあのアユとか子供とかなんかキーワードが多すぎて、僕やったらもうちょっとシンプルに何かそれを伝える術をやるかな、どないするかな、まあ、うちの学生が今卒業制作の研究どうしようかということで言ってて、やっぱりこの1年2年はやっぱコロナとかに絡めて、例えばマスクをしてる人いっぱい描きたいとか言うてくるんですけど、逆にそれは直接的すぎるんちゃうかっていうことで、いや逆にもうちょっとなんかこう、じゃあそれによって浮き彫りになった何かの問題を考えてみないかとかっていうこととかの話をしたりします。ちょっと長くなりそうなんですみません、このぐらいごめんなさいね、あんまりコメントできずに、少しちょっとこう作品だけを見た時にそこまで伝わるかっていうと難しいとこあるかなと。技術的にはすごくいいですし、色彩もすごい綺麗ですので、あのまた頑張って送ってください。すみません、こちらの作品です。ちょっとね、読みすぎるのもやっぱりいかがかなと。ワクチン注射2回予約取れちゃっていいですね。うちはの大学は7月末とか言って、あそう、佐賀県なんか今日本で一番あの接種が進んでると言ってる割には、私みたいにね、あの活動的な人間で、まあぶっちゃけて言ってしまいますと、あの動けて人と会ってね、あのどっちかというと経済活動回せるスタイルの人間なんですけどね、飲み屋とか行ってね、なのにねと思いながら、はいすみません、もう7月20日に疎開、過去スケッチ放浪終了帰宅と秋まで痛かったということですね。2週間ぶり2回目、前回は高評価ということですね。長野善光寺から古く、あそうですね、この方ね、4号の作品です。透明水星、これも悪くないですよね。うわー、これ下の青と上の青が全く同じぐらいの青に見えてしまうのが、これそういう雲かなんかから下に差し込んできてるんですよね。なんかもったいないですねこれ。上の色と下の、あの山々の色がすごく同じになってしまったのと、これは難しいな。なんかいくつかが混在してるんですよね。ど真ん中あたりにバンとあって、その奥に見えるとこが主役になってるんですけど、ここの明るい面積と上のこう雲かなんか、雲かな、暗い雲かなんかの面積がほぼ同一にあるとか、なんか例えば青の色の中だけでもちょっと複雑になってれば違うのかなとか、少し例えばあの手前の山々に比べると少しグレートーンになってるとか、ちょっとそのあたりでこう色彩のこと、面積比みたいなのが失敗したのかなっていう気がします。私やったらそのあたりそうするかなっていうのは、でもこれは本当経験値がある程度あるからこそ分かるんですよね。で途中でそのミスにも気づけて、それを修復しようとすることもできたりするということが、やっぱりね、おじさんぐらいになってくると、この方もおじさんかと思われますが、ちょっと惜しいなという感じがします。あのすごく透明水彩の色づか、あの使い方自体はすごく綺麗にいってますので、ちょっと初めの構成の段階、これはもう本当に抜群やと思ったでしょうね。私は下の山々をもっとでかくして、上の方、ですね、向こうに見える光が差し込んでるこの雪の山々のとこに、で上の方の雲みたいなのをもっと小さくギュッとしますね、というこう感じかなと思います。ぜひ頑張ってみてください。次の作品こちらです。1回目のことが引っかかってそうですよね、どんな時代もね、自分で亡くなるっていう人がいるんですけどね、もうちょっとこうおおらかな社会になってくればいいなっていうところはありますもんね。どうしてもこうじゃなきゃこうじゃなきゃっていうふうに思いがちというか、なんかあって、私はなんかそういうしんどくなった時って、もう自分の思考がそこにしか行かなくなるっていうことがあるんですよね。なんかこう本当に趣味持てればいいなとか思ったりね、もう例えば若い人やったら学校という、本当僕中学から高校に受ける受験の滑り止め、もう高校名まで言うてもいいんですけど、大阪の私立の学校を受けて、で英数科か特別進学コースみたいな、よく覚えてないんですけど、
それを受けて、で滑り止めにそこにしたんですよ。まあ塾とかでも基礎やったらそれぐらいいけるっていうことだって。でも実は僕もうすごい緊張しいで、当時は、今は全然何にもないんですけど、緊張しいで、失で滑り止めに落ちて普通科に回されたんですよ。でそういうのもあって自分が高校を受けるランクをぐーっと下げて、でそれで偏差値57ぐらいの学校に行ったんですけど、それが実は人生で一番正解やったんかなって今やと思えたりするんですね。だからなんかすごくこう、エリート街道ばっかりじゃなくて、ちょっとこう遠回りしたような人っていうのはそれなりのね、何の話をしてるんや。はい、次の作品はこちらなんですけども、そうですよ、こうそういう人こそこういう屋久島とかね、奄美大島とかに行かれたり、北海道の大自然とかね、見とかんと損やなと思います。これすごい素敵なね、あの屋久島のあれですね、5年前に屋久島を描いた、先日私の屋久島の動画を見させていただきました。元気な孫たちの様子を、力強い縄文杉を描きたいと思いました。有名な屋久杉のトンネル、そこをくぐる様子と奥行きを出すのが難しいと思いました。以上です、と F65 ね、なかなかあれも頑張ってね、やりましたけど楽しかったですか。僕意外とこういうとこに人かかうがええかなと思ってしまうタイプで、すみません。どうしてもこれだけ自然の中の色がすごい綺麗で、色彩っていう、屋久島でやっぱりその自然の持ってる苔の色とか木々の色とか綺麗だったりするじゃないですか。そこにいきなりビビッドな黄色とか青とか赤とか入ってきてしまう。まあこう絵の中ではそんなビビッドにしてないですけど、それがいるかなっていつも思って、結構皆さんこう景勝地とか書かれたりするときに人入れるじゃないですか。いらんのちゃうかなとか、それをうまくこう今までで合わせれた人って、僕本当にあのエジプトの絵とか長崎の絵を描かれた人ぐらいなんちゃうかなと、私の今パッと浮かぶ範囲ですよ。多分1000枚近く見てるから、この鬼子だけで。でもただパッと出てくるあの人だけなんですよね。で、ちょっとこれなんかも屋久杉の持ってる自然とバッティングするぐらい、赤とか黄色とか青とかっていう色が来てしまってるのが、赤、なんか靴とかもね、もったいないなと思いますね。で、大きくドンドンドン、僕初めに本当にクライルドンドンドンと言ったのは、まず形がこう狂わんように、こうなんだろう、ライブペイントでやってるやつですね、形のところアクセントを置いてからは結構もう大胆じゃーっと塗っていってるんですけど、実はなんとなく頭の中に常にあったのは、画面構成でこう色をこう展開していくっていうこともあるんですけど、意外と光のことは考えてたんです、あれ実は。で、光はこっちからやからこうやで、こっちからやからこうやでっていうことを考えていて、ちょっとこれに関しては、その光のところっていうのは、そのトンネルのところに落ちている影とかっていうところは意外と大事なポイントやったのに、そのあたりというのをもう少し連携してかけてあげているの、いてほしいのと、こちら左奥のところの明るいこうなんかね、森っていうのがちょっと一工夫あってもよかったから、もう少しだけ暗い色が僕やと置いてあげるかなとかっていう感じするかな。まあこれはもう完全やっぱり人やな人やな、人なくてそこの奥のところにもちょっと見せ場的なものがあったらやっぱよかった気がいたします。次の作品こちらです。この方は何回か、そうか、5メートルの大きな子供の方ですね。前回の課題は黒い絵の具は使わないで暗さを表現することで、私も自然な髪の毛描いてみたいと、美術の窓、髪を極めるを早速購入しました。今回は初めて自画像を送りますと。長い髪はバッサリ切ったそうですね。久しぶりにショートヘアも悪くないけど、元気になったら、まあちょっとなんか入院されていたということですね。骨折と、すみません言っちゃいました。はい。で、なかなかこう素敵な作品ですね。いいじゃないですか。人の肌のこう塗っている色の使い方すごい綺麗で、丁寧で、悪くないと思いますよ。優しく言ってくださいって書いてあったんで、ちょっと優しく言いますけど、すごく肌の色の使い方とか、一個一個のパーツの色の塗り方すごい綺麗です。私のこう、今ね、ここで、ここ落ちてるの分かりますか？ここ、ガッと。落ちて、ここに尾骨があって、こう上がっとるんですね。で、この辺から白いんですよ。
わかります。この辺から白い。で、ここの白さがもうちょっとこの辺まで影が来ていると、あの、印象がガラッと違ってました。で、ちょっとここのところが全部が白すぎる、ここ。やっぱ首があってこう、なってるわけじゃないですか。でここはざっと白すぎる。だからちょっとこれやったらまだ加湿ほんの少しできると思いますので、少しされてみてもいいかもしれません。で、やっぱりこう、どうしてもこう、人物描くときっていうのは、光の方角どちらから当てるかっていうのだけは少し初めにもうちょっと決められてもいいのかなと思いますよ。あの人の肌とかすごく綺麗ですので、ぜひですね、色の塗り方も綺麗です。私も肋骨3本折ったことありました。だもう咳もできないですもんね。って言ってですね、大変な時ありましたけどね、また元気になって頑張ってやられてみて、光をピッチャッとねしてみてください。後ろにピッて緑置くのいいんですけどね。これやったら僕、なんかね、これ、見てると、髪の毛もこっち、で、もうこっち、なら私はこっちに書いてたかな。この、こう流れてるのに対してやったら僕なんかこうカーテンだけでもこっちに書くかなとか、葉っぱこっちに書くかなとかってしてると、画面の中である程度こうバランスよく保てるんじゃないかなという気がいたします。はい、次の作品です。こちらです。わあ、これも丁寧によく書かれてますね。安尾さんってサイン入ってますね。96回のアビニオンの街角の作品ありがとうございました。夜感がないと指摘をで、うぬんかぬ、手直してリビングに飾ってますと。絵を描く意欲が高まってきて、2回目の出品、昔の写真を引っ張り出して、4年前の6月に上高地に行った時の遊歩道ですと、湿原から見た風景、穂高連峰の残雪と枯れ木が、6月でもこの辺り上高地ってこういう、いや、いいなぁ、行きたいなぁと思いますね。単純収入中ということで、6号の絵です。元の数、あ、そう、はい。行きたいなぁ。なんかこう、本当にツアーを組む面かって、ね、ワクチン打って、組みたいなと思いますね。すごく構成いいですよ。木々が あって、手前の左側の木と、右上の青空っていうのがすごくガンガンと響き合って、すごく構成力のある方やなというふうに思います。この本当湿地帯に生えているこういう枯れた木の白さみたいなのが画面のアクセントにもなっていて、非常にいい作品だと思いますよ。あんまり言うことないんですが、私やったら手前のこうシュッと抜けていくこの湿地帯みたいなのを、もうちょっとシュッと抜けていくように描くかなと。それで中継あたりから、また奥の景色の方に目の動線を動かすように、ちょっと手前のところがわさわさわさっとしてる感じがして、私はもうそこスッと抜けるように、それ描くためにはおそらくこの手前に落ちてる影の描き方が一番ポイントになってくると思うんですね。で、これ絶対入れてあるから、これこの絵はすごくいいんですよ。でもその、こう影というのが、と抜けていくようにかけていって、中継の中白い木々がわーっと立っているところの、もうスーッとここの、なんていうんですか、このグレートン、このグレートンの中、これが何か分かりませんが、そこのところがスーッと抜けていくという、本当にこう風景とか描くときは、ね、地面立ってる、地面立ってるというのがどう描けるかっていうのがポイントで、そこができてればもっともっと奥のところの山々なんていうのすごい綺麗ですので、ぜひそのあたり、もし加湿するならば、ちょっと難しいんですよ。で、そこが一番難しい。何度かこう言うてると思いますけども、ね、まあ、手のひらあんまのうさの方がいいって言いますけど、こうなってるのと、こうなってるのでは、どっちが手のひら難しそうですか？こっちは簡単ですよね。こうなってるのって難しいじゃないですか。これが要は地面とかですよ。これは木ですよ。地面。木。わかりますかね、地面、木ってね。で、そこのところが地面。木、地面。ね。で、そこのところを描くっていうのは実は皆さん難しいですよっていうのを覚えておいてください。本当に画面の中でアクセントとして入ってきてる青とか、非常にいい作品だと思います。頑張ってください。次の作品こちらです。F6 号ある種、ウィンズ&ニュートン。あ、これは15年前の初孫、今じゃあこの方、今、そういうことか。15年前の初孫だから、この、お孫さんは今中学生ぐらいということかな、いうことです。
この方、今は高1って書いてますね、背丈を178センチほどに成長し好青年となりましたということです。好青年となりました、私にいて本当に良かったですって書いてます。書いてませんが、そうですか。形は良くなりましたよ。この方は前回も人物を送ってきたんですが、形は良くなりましたよ。さあ人物、やっぱり形と色の選択は良くなってきている。なんとかいい写真を掘り出してほしいですね。光がどうしても弱い分ですね、光のこう設定が弱いというか、前からフラッシュが焚かれているのかどうか分かりませんが、目の真ん中のところに白いのがプンと入っているということは、多分こっちから光来てるんやろうなっていうのが分かるんですね。やっぱり絵に描くとなるとすごく難しいので、すごくこう綺麗で丁寧でいいんですけど、なんとか掘り出したいですね。次はお孫さんをちょっと斜めから、でそうなってきた時に影と光とっていうのの人物の肌の色ってどうやって描くのかなっていうのが課題になってきてほしいと僕思っていて、で今やったらどうしてもこうある程度肌の色を直接置いていきながら微妙に描いていってますが、何かと何かを重ねてこの色になったっていうことを学ばれていってほしいなと思ってるんですね。それが一番難しいと思いますので、で写真を写していくとどうしてもその色の写しになっていってしまいますから、バンと光が当たったら影が落ちるとかになって、影の中ってどんな色かな、その土台でどうしたらいいかなとかっていうことを考えられていくといいかな。そして背景も中途半端に塗るか描かないか、描くとしても際のところだけかとか、輪郭のところのこう白いこのですね、今は海賊になられている高校生の海賊ですか、大丈夫ですか、悪いことしてませんかが、高青年って書いてたか、ちょっと輪郭のところやるだけで白さがポンと見えてくるっていう、どっかで動画上げてたような気がするな。なんかこうガラスかなんかの描き方みたいなとかでも多分上げてると思うんですけど、全部こう塗ってしまって、これはそんなに悪くはないですけど、ちょっとそういうところでもう少しシンプルにいくとこと、なんか複雑にいくとこの対比みたいなのが少しできるともっと良くなるような気がいたします。頑張ってください。いつもコメントとかありがとうございます。はい、こちらの作品です。止まってしまった。沖縄の なんて言うんですかね、これマザゲですか、もう漢字が読めない。サンゴ礁が綺麗な海辺の崖の上から、ほんと国語が成績悪かったですもん。国語、今度通知表見せてあげましょうか。もう国語だけ抜きに出て悪かったですもんね。算数とか美術はできるんですよ。なんかそういう人ですよね、そういう人いますもんね。真ん中辺の考えてみたら、僕はもう本当になんかこう読書感想文とかもめちゃくちゃ成績悪くて、でも感想やからそれぞれでええよね。なんか答えがあるように、なんかこう本読んでたり音読とかすると、なんかその文章に感情が入っていってしまって、なんかガタガタ震えてるような感じ、大丈夫おぎさくんとか言われてましたもんね。何の話してんですか。私の動画、網走の海の作品を見て、ということで、ちょっと薄い髪にしてしまったので、髪がボコボコになってしまいましたということで、あ、そうか、そうか、そうか。乙女さんですね、これね。違ったっけ？ですよね。この赤い人、これなんか立ってるような気がするんですけど、これなんか、これ何すか？これめっちゃ、これ海の上に何か立ってあると思って、すごい気になったんですけど、何かが立っている。うわーっと思って気になったんですけど、ちょっとこれは何でしょうか。これ乙女さんだったと思いますけれども、手前のこの透明度なんかのすごい綺麗そうなんですけど、パッと僕止まったの、なんか人おると思って止まったんですよ。クッとスワイプしてピッと見たら、スライドかこうしたら、あ、なんかこう赤い人立ってある。なんすかこれ、ちょっと怖いな。手前の方の透明度の高いのと手前にある岩みたいなのコントラストすごい綺麗なんですけど、この大きい面積の中にちょこんとあるから目立つ。目立つんですよ。で、それが何やろうと思ってしまってな、もうその絵はもうそこからもう動けなくなりますよね。で、そこに何か人が海の上立って、赤いピエロかなんかサーカス団のなんか一員かが海の上からね、僕はあんま見たことないですけど、ドラゴンボールみたいな感じでこう迫ってくるような感じに見えてしまって。手前の方の書き込み、中継にもう少し書き込みとか入ってきたら、奥に。ずっと抜けていくことがもうちょっと描けたのかなと思います。手前のとこで置いてる色の選択みたいなのすごい綺麗なんで、
多分こうお茶会とかなんかしてるんでしょ、あのどこか知りません、おしゃれなスターバックスかなんかでみんなでキャッ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 やってるのか知りませんけども、そういうの1ヶ月に1回されているということですけど、ぜひねこう皆さんで見た時、あ、なんか海の上に赤い人立ってはるって多分なると思うんですよね。あのちょっとびっくりしましたので、そういうコメントになってしまいました。いや俺たもっとこれいい絵描ける自信あるなと思って、これだけ透明度の高い、あ今年の夏もちょっと取材行きたいな、どこか行きたい、海の取材、平戸あたりの海がめちゃく、長崎に平戸ってあるんですけど、五島列島のまた 海もめちゃくちゃ綺麗が、五島列島行きたいな、もううちのちびっ子、30分ぐらい飛行機、長崎空港からで飛行機だ、船の方がいいか、はい次行きます。ということで、25分か、ちょっと早めで終わったな。第110回は以上です。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。